カプセルゲージの取り付け手順について説明します。溶接機は GW3C を使用します。取り付ける金属にアースクリップが取り付けられない場合はこのように銅板を使います。カプセルゲージの取り付けはセンシング部を取り付ける前に周りのケーブルから固定します。